時間になりましたので、えーえっとえー、中国出身で現在フランス在住の作家で2000年のノーベル文学賞を受賞されました、えー、カオ・シンチエン高校ンさんが、えー、国際ペンクラブ大会のために来日されておりましてこの機会にぜひですね、えー、記者クラブ日本記者クラブ,クラブでの 会見をということをお願いいたしまして実現いたしました私は司会をさせていただきますが企画委員の毎日新聞の坂東と申します今日は日本ペンクラブ会場の後田先生にもいらしていただいておりますのでまず後田先生からちょっと昨日開幕しました国際ペンクラブの大会も含めてお話をいただきましてその後江先生にお 30分ほどお話をお伺いして、その後、会社の皆さんとの質疑を行いたいと思います。それではまずあの、後田先生の方から、よろししくお願いいたしますすでに、えー、いろいろなところでお会いした記者の方もいらっしゃるんですが、まあ、ほとんどそういう前提はあまりないこととして、えー、若干お話を申し上げますと、まあ、あの国際ペンそのものは <laughs>。 1921年に、えー、あの第一次大戦直後の非常に厳しい政情の中で、えー、イギリスに誕生してもともとはあその、えー、言論の自由この頃は言論だけではないので表現の自由ということをよく用いますけれども、まあ、当時は言論の自由ということを標榜して、えー、あの誕生した まあ当時はヨーロッパ中心でしたけれども国際的な団体であったわけです。それ以来活動をつけてきて今回が76回6年目,に76回目です、ね、の大会を思い起こすことになっていると。日本 ペンクラブはここから誘いを受けまして1935年に1935年という年は日本にとっても相当厳しい状況であったわけですがその時に国際的なつながりをせめて文学の面だけでも保っておこうということでここに参加して非常に苦しい時代もありましたけれどもとにかく今日まで ずっと続いております。75周年に日本ペンクラブとしててはなっておりますで毎年この国際ペンという団体が世界のどこかで年次総会をやっているわけです。で、まあ、本来国際ペン大会と申しましたらこの総会をやる年次総会を中核とした会議を指しておりまして。 いろいろな国でいろいろな都市で行われているわけですちなみに言えば去年はオーストリアのリンツで開かれておりましてでここで東京でやるようにというまあ私どもも形式的には立候補したわけですが国際ペンからもポツポツ東京あたりでやったらどうだというような話もありましてそれで2年ほど前に まあ覚悟を決めて立候補いたしまして臨時で認められて今年東京でやるということになったわけです。それで年次総会それだけはやってればいいんですけれども基本的にはそうなんですがそれではあまりにも文学者の集まりとしては情けない寂しすぎるということでまあ,あのどの土地でもそうなんですけれども。 文学フォーラム文学の催しを行っているわけですがこれはそれぞれの国のいろんな事情によってもう本当におざなりの時もありますし盛大に行うこともありますが東京は日本はこの点に関しては最も盛大にやる方の国でポツポツ日本でもやってくれないかということを言われた理由の一つはちょっとその国際ペンも 人気味であるから日本あたりがカツを入れてくれないかという意味合いも当然あったかと思います。それに応えまして23日からもうすでに文学フォーラムをこの部分は日本ペンクラブが主催いたしまして早稲田大学が共催という形で23日から25日まで昨日だってある部分は 日本ペンクラブの主催と言っていいと思いますが、えー、昨日がちょうどその境目で、えー、日本ペンクラブの主催をしている文学フォーラムから国際ペンが行う,うその年次総会へと移った節目であったわけです。でその節目のところで、えー、文学フォーラムでは6人の作家の作品を映像や音楽やいろんなパフォーマンスを交えながら 1>, 1日2作品ずつ紹介してもう延べにして2,000人を超える会員はもちろんのこと日本の文学を愛好する方々においでいただいてそういうパフォーマンスを終えましてそしていよいよ昨日の夕刻から国際ペンの方の大会が始まると大会の ウェルカムパーティーをよりやりましたがその前に当然こういう会でありますので基調公演と申しますかこの大会を飾る一種のセレモニー的なものを行おうということで日本側からは井上志さんの「水の手紙」という作品がこれは軍独劇何人かの人間が読むというものですが。 そのえー、日本側で、えー、どうしようかと本当は井上、えー、久志さんに基調講演をしていただこうという,う意図を1年ほど前には持っていたわけです。で病状がだんだん悪化すると聞いてちょっとそれは無理だろうとじゃあドラマを講、えー、演をごんべんの講ではなくて、えー、ハム公のハム講演だっていいじゃないかと、えー、日本側としては、えー、井上さんの,その、うん、芝居を 公にすればそれで一つの公演ということになるんじゃないかということで井上さんの軍独劇を上映する栗山民喜さんのあの田宮さんの演出で。 国立第二劇場の研究生たちを中心にそのドラマを上演しようということを企て当初は井上さんに病院からはってでも出てきてもらおうということを考えていたんですが残念ながらはって出てくることもあのできなくなってしまいましたのでまあそこのところはじゃあ井上さんの。 これはあの今回「環境と文学」というのがテーマでしたので本当に環境と文学にふさわしい世界の水がどんなふうに枯れていっているかということを軍独劇で演ずるものだったのでそれを日本側からのパフォーマンスとして提出いたしましてその後まあと奄美の高校生たちが演ずる非常なその激しい 対抗の,の島の歌を歌いながら対抗を叩くという,もうスタンディングオベレーションが出るという素晴らしいパフォーマンスを挟みましてそのあとに従来こういう時には必ず行うことになっている基調講演を江高健さんとそれからカナダのマーガレット・アットウッド女子にお願いしたということで2つとも素晴らしい えー、あのそれぞれの文学館を伝える講演をあのやって、そしてその後ウェルカムパーティーでいよい,いよいよこの国際ペン大会が開かれたというわけです。もう今日午前中からすでに国際ペン大会はあの本来のスケジュールを行い始めてまして、まずとりあえず委員会がたくさんありますのでその委員会が。 委員たちを国際色豊かな委員たちが会議を行ってそこで決定したことを本会議に持ち寄ってそれを適宜声明を出すとか何なりに持っていくというそういうプロセスです。それでもう今日午前中獄中作家委員会「ライターズ・イン・プリズム」と言ってますがこれは先ほども申し上げましたように 国際ペン自体が表現の自由を守ろうと弾圧される文学者を救おうということから誕生した団体ですからこの委員会は国際ペンの活動の中でも非常に重要なものを持っている委員会であったそれがもう早速今日の9時半から委員会を開始して私ちょっと挨拶をしてきたんですが40くらいの会場に本当にあの 全部簡単な自己紹介をされてましたけれどもあらゆる国と言っていいほどいろんな国の方々が集まってそれぞれの国が持っている迫害された作家の問題あるいは自分の国にはないけれどもそういうことをどう考えるかというような会議をやっております。平和委員会は平和和委委員員会会ははの問題をどう訴えるか女性作家委員会は やはり差別された状態における女性の作家の,ものというようなことを始めておりますあと子どもの本委員会とか著作権の委員会とかいろんな委員会がま今日5から今やってるところだろうと思いますそういう形でまあ私どもとしては世界の本当に日本の方々に知っていただくにふさわしいあの文学者を 1>, 1人か2人か3人くらいはお呼びしたいとい、まあ、こういうことが通例になっておりますので、今回、人選をいろいろいたしました結果、高校生さんがぜひということで来てくださることになりまして、そして昨日う、基調講演をやっていただきました、その流れの中で今日ここに記者会見をすると、とこういう事情でございます、よろしいでしょうかどうもありがとうございました。 広告編先生ですけどあの、手元に配布の資料の中にも、すでにあの主要な略歴については書いておりますので、そちらをご参考にしていただきたいと思います。先ほどちょっとお話をお伺いしましたけど、87年に、えー、中国を出国して以来、もう23年間あの、中国にはお帰りになっていないということで、えーまあ、この間の中国の変化も非常に大きいわけですけれども。 やはり依然として本については、近所という形になっておられるそうです、それから地下出版という形では、たくさんもう中国の中でずいぶん売られているようですけれども、やっぱり江先生の名前についても、まだ中国政府はきちんと禁じているというようなことをおっしゃっていらっしゃいました、あの日の基調講演を踏まえてです、ね、まずお話をいただきます。 きょうの通訳は、日本コミュニケーションサービスの渋谷さんと歩さんにお願いいたします。いいすあの通訳を含めてということですので、あの逐次通訳でお願いいたします。先生まままずお話の方よろししくお願いいたしますあ 这个昨天我讲的题目是一个文学的一个文学论坛，题目是是这个呃呃、啊、环境与文学，呃呃可能呃一些呃记者没有没有听昨天的会议，所以主人希望我把昨天的呃情况再概述一下。我想既然借这个机会，不妨我就呃呃阐述一下这个。 文学在当今社会的地位，是吧？嗯 えー、あのジャーナリストの皆様方、どうもこんにちは。えー、昨日、ねえー、ですけれども、私の方が国際ペンの東京大会の開幕式の方で基調講演をさせていただきました。えー、で、その時にあもしかしたらいらしていらし、来られた記者の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、まだいらしてなかった方もいらっしゃるかもしれませんので、えー、ぜひこの機会にお話をさせていただきたいと思います、えー。昨日の講演のテーマなんですけれども、環境と文学、今何を書くかというお話でありました。えー、このの機会をを通じまして、えー、文学というものを 今現代においてどんな役割を果たすべきか、そういったことについて大体お話をさせていただきたいと思います。では、私が思いますに文学と政治というのは別々の二つのことだというふうに思います。私は今いは20世紀に文学と政治の関係を変え文学と政治の関係を変えたときに、文学と政治の関係と しかしながらこのまあすでに過ぎましたこの20世紀ですけれども、やはりこの文学と政治というものが非常にこの緊密な関係になりまして、やはりその政治に付随する文学というものが副次的な役割というものを果たすような、そういった状況に陥ってしまいました。文学部長は政治服を、或者は介入政治、同時に必要な心配を控制。 でまた政治というもの,のに対してこの文学というものが奉仕するようになってしまいましてそしてまたこの様々なイデオロギーによってもコントロールを受けるような状態にありました。背景就是所はマクス主義です。マクス主義这个背景把文学作为改造社会の工具です。<laughs> 那么文学は政治です。私たちは20世紀に始まりました。 このイデオロギーというところではこのマルクス主義ということなんですけれどもこの文学というものによってこの社会というものを変えていこうってそういったような動きというものがありましたそしてまたこの20世紀なんですけれどもこの反マルクス主義といったものも出てきましたでこういったものによってですけれども実際 啊，我昨天呢讲的一个重点就是说，要作家要重新赢得文学的自主，换句话说，就是作家独立思考的自由。 はい、で昨日あの申し上げたことなんですけれども、やはりこの文学というものは、そういった政治的なそういった影響というものを受けるのではなく、この独自の自主の道というものを歩かなければならない、そしてこの文学の独自性というものをたまためなければならないというようなことを申し上げました。あ我主张回文文学学本性は 要するに私の主張といたし,ましてはその文学というものはそのもともと持っている本性に変えらなければならない。そしてその政治とは、切り離した政治的なコーとは、切り離したものにならなければならないというようなお話をさせていただきました。文学しかしながら、そうは言いましても、この政治ですとか、社会の問題というものを文学は、回避するわけではありません。ただ、サウォンチ、ハサウォンチ、ジ

可是，在现今这个社会，一方面是呃无孔不入的政治，在我们的生活的各个方面，政治都渗透到各个方面去。同时，另一方面，呃，这个市场的利润这个法则是吧，也就是说，这个市场这个法则，呃，也侵入到我们社会生活的任何一个领域，包括文学的领域。 そしてまたこの政治的なことというものなんですけれども私ども,もこの生活の中のいろろな分野というところにも浸透していますそしてまたこの市場的な利益というものそれがこの社会の中にもそしてこの文化の中にも浸透するに至っています。这么一个独立思考、自由思想、あち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 、ああ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 あ、ああ 被市场呃这个所限制，因为都要通过发行的渠道的才能和读者见面，因此这个这个市场的销售制约了文学的写作。 そしてこの独立的な思考というものによりまして、この人の生き生きとした問題というものを書くこと、そういったその文学というものが、いろいろな政治的なコントロールというものを受けるようになってしまっています、そしてまたこの市場の制約というものを受けていますというのは、どういうことかといいますと、この発行の制限ですね、その文学というものが、そういった発行を通して、市場を通して、読者と向き合う、そういった機会というものも、その奪われるようになってしまっています。 嗯、呃，作家在当代如果要真正赢得思想自由、独立的表述他对各种问题的看法、对人生的看法、对种种社会问题的看法，也包括对政治的看法，就必须既要这个摆脱国家权力、政治的控制、党政党政治的控制，同时又要抵制市场给他造成的压力，这是非常困难的。 そしてもしこの作家が今現在ですけれどもこの思想の自由それから実際にその考え方の自由そういったものを得ようとするのであればやはり人に対する考え方社会に対する見方それから政治に対する見方でこういったものがこの国による政党政治の影響というものを受けることなくそしてまたこの市場の圧力というものを受けないようにしなければなりません。但是我作為人現時代的人或者说作家 他，他如果要确认自己还有独立思考的自由的话，必须要诉诸，必须要要要要表述，是吧？大家通过文学来表述。因此，这个呃，这个表述实际上是跟现代人的呃，对自己生存的意识是联系在一起的。 そし,てしかしながらこういった中でやはり人としてそしてその作家といたしましてこの自分自身のこの独自の考え方というものをしっかりとこの表していこうというふうにするのであれば要するに文学というもののこの表現を持ってそれによってこの今の人の意識というものをしっかりとこの表現していかなければならないと思います。意上 虽然有政治的种种干预，要把文学纳进某种政治正确的轨道，是吧？或者是对这文学作品加以限制乃至查禁，但是，人文作家如果要想对，呃呃独立不移的表述他对人生、对现时代、对自身的存在、对人的确认，那么他必须要捍卫这么一种文学。 でしかしながらこういった中にありましてもやはり文学というものが何もできないということではありません、こ,のこういった大衆的なその市場というもの、そういったものに迎合するような、そういったことではなく、そしてまたこの政治的な干渉というもの、そういったものをされ,ないようなされる中で、そしてまたこの文学作品というものが制限をされたり、検閲されたり、そういった状況がある中でも、やはりこの作家として独自の,この考え方というものを持っていなければならない。 といいう,うに思いますそのことによって、この現代社会というものを生きるこの人間の存在、そしてその人間というものの確認について、そういったことについて変えていかなければならないと思います。在現地時代、这样の文学は、当然和国家全力、和所谓祖国家、国民族文化が、一般にして、有き有差値を差距这种文学它是一个普世性的文学 它的根本上是普世性的文学，它根本上是对人的生存的表述。因此，国界、政治、呃呃，这样和那样的政治正确，这样和那样的意识形态，都不应该成为这种文学的一种制约。相反，它应该超越这些。ということで、まあ、呃、このようなあ中にありまして、この文学というものなんですけれども、え、呃、実際には、え、呃、このおえとですね。 はいませで実際にはその国権ですとか、政治ですとか、それからその民族文化ですとか、そういったものとの距離というものがますますこのあ、ますます広がってきております、そしてまた、これが全この世界に通じるような普遍的なものになってこなければならないというふうに思います、そのことにより、この人の生存について描くべきであります、これはその政治的な正確性ですとか、イデオロギーですとか、そういったものの制約を受けるものではなく、そういったものを超越するものであるべきであります。 嗯，呃、我们呃回到这个会议的主题，它是会议的主题是环境文学，所以这个环境现在是全球的焦虑，对这个是触及到每一个人，对这个环境的恶化，我们生存环境的恶化，这是一个全世界普遍的焦虑，当然也是文学的主题。 はい、そしてまたこの度ののこのペン大会のテーマなんですけれどもこの環境と文学ということでありましたこの環境の問題なんですけれどもこれは人一人一人に関わってくる皆さんが今それについて非常に焦燥している焦っているそういった問題でありますですからこれもまた文学の一つのテーマになりうるというふうに思いますあはこのす。 是哪一种语言写作，这个都是次要的，重要是面对人的普遍全球人的生存的环境，因此他所呼唤的一种文学，当然是一个呃全球性的普世性的文学，因为这是全球大家共同的问题。 ということでそこで描かれる文,化の文学のこのテーマなんですけれどもそれは何もこの国ごとの制約を受けるものでもなくそしてまた言語ごとの制約というものを受けるものではなくこれがその人類の普遍的なこの生活をしているその環境というものを反映するものであります。ということでそこで描かれる文学というものもこれはグローバルなものでありそういった共通のこの問題に立ち向かっていくそのような普遍的なものであるというふうに思います。 先ほど私はこの文学の現代社会における困難についてお話しさせていただいたんですけれども、これがまさにこの人間というものが現代社会において生きていくた際の困難にも共通するところがあると思います。あこの困難は、その中で、その中で、特殊な人との困難は、普遍な人との困難です。 そしてまたここで言います、この困難というものなんですけれども、これは何も一つの国ですとか地域ですとか、その特殊な人々ですとか、そういったことに関わるものではなく、普遍的な人類共通の困難だというふうに思います。因此在現時代、強調、社会民族認同、国家認同、或者說文化認同、一つの文化的認同、我以为、今天的文学创作、艺术创作、是、没有意義的 ですから今、このような時代にありまして、この民族のアイデンティティですとか、国のアイデンティティもしくは伝統文化のアイデンティティそういったことを言うのは、文学にとっては意味がないというふうに思います。そしてまた、ここで言う、このアイデンティティというのは、まさにこの国家の権力、それからこのイデオロギーというものが生んできた、そういった概念だと思います。 啊，回到文学自身的语言的话，那就是人的话语，换句话说，是人生存的这种呃面对生存的困难所造成的这些。当然，这样的文学也是刚刚讲对环境，我们面对的环境的问题一、啊、样，是全全人类的问题。因此，文学从根本上讲是全人类的，是普世相通的。 とということで、まあ、文学には文学自身のその言葉というものがあり、それはまさにこの人類、人自身の言葉であり、それからこの人,人がその生きていくその生存についての言葉であります。ということで、文学というものはこの環境ということから切り離せませんし、そしてまたこの全人類というものが直面する、そういった普遍的な問題というものからも切り離して考えることができません。ということで、この文学そのものも全人類に共通するこの普遍的なものになるというふうに思います。 这是我昨天讲的一个这个这个所强调的啊、呃、一个重点。那么这样一种文学，面对我们今天人类生存的环境，或者说准确的说是一种困境，是吧？自然环境的恶呃这个恶化，这个人生存条件的恶化，可是呃无节制的开发，谁也阻止不了。 でまさにこのことにつきましても昨日も私の講演の中でも申し上げた点なんですけれども、まあ、文学というものは今日こういった人々が生きる環境その環境というものがまさに困難に直面しているその環境の悪化それからさまざまなこの汚染ですとかそういったものがありますそして今その制限のないこの盲目的な開発の問題もあります。の全球危機 それからまたこのグローバルな金融危機の問題というものもあります。出路人類の出口は一体どこにあるんでしょうかこういったまあ人、人類の,その出口というものは一体どこに見つければよいんでしょうかこれは文学だけの問題ではありませんし、政治だけの問題でも、経済だけの問題でもありません。 うんえー、このような現実の問題に直面して、えー、それを解決する方法があるのでしょうか。我们そして、えー、少なくとも私自身の言葉に照らして言えばです、ね、私たちにその解決法はないということを認めざるを得ません。 是一个思想深刻的思想危机的时代。呃，换言之，说，哦，这是经济危机，而且不仅仅是一个非常深刻的思思想、思考的危机的时代，因此，当然也不只是作家，是吧？是所有的人，也包括政治家，如何找到现时代的一个更为妥善的缓解这些困境的方案，恐怕是。 是全球的一个新的焦虑，我觉得借这个机会，不妨提出来，呃呃，大家可以讨论。嗯，好。 ですから私たち作家だけではなくてですねすべての人々これは政治家も含めてですねどのような問題に対してもその妥当な解決法を見出すことが非常に難しくなってきておりますそしてこのことがですね今現在のですね大きな課題となってきておりますこのことはですね今この機会です。せっかくの機会ですのでまあ申し上げさせていただきたいと思いますそしてこのことをですねディスカッションできれば幸い です僕は、うんうん、えー、まあ、以上ですね。私のからの簡単なお話をさせていただきましたけれども、えー、この後質疑応答に入りたいと思います。あのどんなご質問でも結構ですので、えー、お聞きください。高先生どうもありがとうございました。えーっと、まああのこれからの質疑に入りますけれども、あの。 えー、まあ時間は十分十分にありますので、あの会場の皆さんからもあのどんどん質問を出していただきたい,ていると思いますが、あのちょっとちょっとあの司会の方からですね、先生ですけどちょっと一二問最初に質問をさせていただきます。新宿上よ、丹後司役のこの板東先生、え、提個問題。えー 先ほどあの文学と政治は別だというお話を聞いた直後にあの政治絡みの話を聞くのはちょっと恐縮なんですけどちょっとあの一つえ先生の,あの文学作品にも影響を与えていると言われる天安門事件についてですねあのちょっとお伺いしたいんですけど先生はあのまあ海外で天安門事件のニュースをお聞きになったと思うんですけれども。 天安門事件というものが先生のですねあの、まあ、祖国というか中国に対する考え方であるとか文学作品にどのような影響を与えたということについてお話をお伺いしたいんですけれどもいかがでしょうか、はい 哎，那刚才呢，就是就您也这个讲过哈，就是这个文学和这个就政治应该是这个相对独立的，呃，所以呢，就是现在这个对您这个就这位作家这个问这个政治的这个问题有点这个不好意思，哎、呃，但是我想这个问一个问题呢，哎、呃，就是这个就呃，从这个您的这个文学作品来看的话，哎、呃，就是就肯定这个会受到这个就六四事件的这个影响吧，就是八九年的这个就天安门的六四事件吧，呃，那就是这个就您。 在这个六四事件这个发生的时候，就正在这在这个国外听到这个消息，是吧？那就是这个就呃发生的这个就案件以后呢，呃，您对中国的这个就想法、啊，就是这个有什么样的这个想法，或者这个就对您这个就后续的这个就思路，这个带来了什么样的影响变化？这个六四事情发生的时候，我人是在巴黎，嗯、是。 呃，由这个法国和德国邀请，嗯，正、嗯、人在在巴黎，这当时我是是一个叫请了创作假，嗯，啊，嗯。 えー、そして、えー、私はですね、えーそのお、天安門事件の時に、えー、ちょうどパリにおりました、えー、その時にですね、えー、その時はちょうどフランスとドイツから招かれておりましてです、ね、えーまあ、創作家、まあ、芸術家としてです、ね、招かれて外国を訪問していたところでありました。<music> 私は <noise> そしてその時にちょうど1年間ですねその芸術作品の,その創造のためのですね時間をいただいておりましてそしてまあ自由にその創作活動に当たっていたわけですそしてその時にですねその「ザンという作品を書き上げました。 一听到这个天安门的事件的消息、嗯、是吧？嗯、这个屠杀的这个消息以后、嗯，嗯、这个我这个小说没有办法再写下去嗯。嗯そして、呃、ちょうど海外で、呃、天安門事件が起き、呃、そして虐殺が行われたという知らせを聞きまして、呃、小説を書き続けることができなくなってしまいました。当时法国的这个新闻电台是每十五分钟就、嗯、就报道一次，是吧？嗯、在天安门呃所发生的情况。 うん、その時フランスのです、ね、ラジオでは15分ごとに天安門で何が起きているかを報道しておりました。这个屠殺事件之后我我明白我根本不不不必

はいえー、そして、えー、そのあと、ね、私はその「霊山」という小説を執筆していましたけれども、えーまあ、ちょっと筆が止まってしまいましたけれどもなるべく早くじゃあこれを書き終えてしまおうということで,です、ね、1ヶ月以内に、えー、終わりまして、えー、その後です、ねえー、この私自身はもう国を追われて流浪、ね、の,の生活に入るということになりました。 えー、そして当時はこの事件が発生してから、えー、フランスのテレビ局や新聞からの取材を受けました。えー、そして取材を受けたときに、私は、えー、その中国政府の虐殺行為を批判いたしました。えー、このため、私は中国に帰ることができなくなりました。 嗯，uh, 这个事件的直接的对我创作的结果，就是我立刻写了一个戏，叫《逃亡》嗯。嗯，そしてこの事件が直接的に私に一番影響を与えたというのは、私はこの事件を受けてですね、逃亡という脚本を書きました。这个戏是，呃，就是呃，第一批流亡者呃到了巴黎以后，这个我见到了一些。 呃，亲自参加天安门事件，嗯、这个包括我的一些呃以前的朋友是吧？作家朋友，嗯嗯、呃，我我大致知道了当时所发生的事情，嗯、然后这个他们的我也见到了这个从大陆出来的第一批的流亡者，嗯、这个很快我得到一个美国的一个呃剧团的邀请，希望我写一个。 这个对天安门事件表示、嗯、这个这个呃抗议的这么一个一个戏，嗯、来支持这个这个这个,這個民主运动，嗯、我立刻接受了。嗯，好。 そして、まあ、この劇、戯曲を執筆したわけですけれどもそのときにです、ね、天安門事件が収束をいたしましてからパリにたくさんです、ね、国を追われた人たちが参りましたその中にはです、ね、私の友達,として友達である作家の方もおりましてそのときにです、ね、天安門で何が起きたかということをです、ね、知ることができました。そそしてのの後です、ね、アメリカの方からです、ね依頼 を受けましてぜひこの天安門事件に関する劇、戯曲を執筆してくれないかということを依頼を受けましたので私はすぐにですねこの依頼を受けそしてその天安門事件そして民主化運動ということを題材にした戯曲を執筆いたしました。 うんえー、そして、そのアメリカからのです、ね、依頼は7月、あるいは8月にです、ね、その依頼の手紙を受け取ったわけなんですけれども、えー、もう9月にはその作品は完成いたしました。 うんえー、そして、えー、原稿ができたのをです,、ねえー、すぐにアメリカに送りました、えー、そうするとです、ね、アメリカの,その劇団劇場の方からです、ねえー、修正を加えてほしいという依頼がありました。<music> ああえー、そして、えーうん、なぜですねその修正をまあ,あの依頼されたのかがすぐ分かりましたというのはですねその劇の中にですね、えー、アメリカ式のアメリカ的なですねヒーローが登場しないからです。うんうん 中国当局要我、改剧本我都不修改。うん。うん。え、うん、そして、え、私はですね。え、アメリカ側に、答え、こういう答えをしました。<noise> 私は、修正をするつもりはありませんと。<noise> もし中国当局が修正しろと言っても修正しないんですから。アメリカの劇団に修正しろと言われても、脚本を直すことはありません。え。お、す、不要緊ぼ、お。<noise> 嗯，我不上演也，我我稿费我也不要，是吧？嗯、所以立刻这个剧本就发表了。嗯、可是，一发表以后，嗯、这个剧本是这个剧本的命运跟我的遭遇是，呃，相当的吻合，是吧？嗯、这个剧本发表以后，当然中共方、中国方面当局这方面就。 呃，没收我的住房是吧？开除我的公职、嗯嗯嗯嗯、党籍，什么这个？因此我就是、嗯、呃，从此就是被这个，从那以后我的名字就不能再出现在中国。嗯,嗯，是。 えー、そして、えーまあ、修正をしないので,です、ね、上演していただかなくても構いません原稿料もいりませんということで、えーまあ、そういうふうに拒絶をしたわけなんですけれども、えーまあ、このお戯曲自体脚本自体は発表されました、えー、そしてです、ね、そのお発表された時にです、ね、一連の出来事が中国国内で起こりました非常にいい,いいタイミングで同じタイミングで起きたわけですけれども、えー、その時にです、ね、私の家がです、ね、募集を された。えー、そして、えー、私はですね、すべての中国の公職を解かれ、えー、それから中国共産党からもですね、えー、まあ除外をされてしまったということで、えー、まあそういった状況がですね、一連の状況が起きました。この系、同時、に、受、到、この、港、作、民主、運動、うん、の、うん、一、えー、些、の、批、評、。、あ、、彼も、批判、この、系、。 うんえー、そしてです、ね、この脚本は中国の民衆運動に関わる友人たちからも批判をされましたこれもです、ね、彼らがなぜ批判したかというとアメリカの方と同じような考え方だと思いますけれども彼らが求めるようなヒーローは出てこないからです。 但是，呃，嗯、还是欧洲人思想比较、嗯、比较。 そしてですねしかしながらヨーロッパの人というのはおそらく思想的に寛容であるあるいはですねもう少し奥深い複雑な思想をお持ちなんだと思います一番最初にですね上演されたのがスウェーデンのですねロイヤルシアターでありました。 日本で非常に多国家で演日本で演じ演じてるそしてその後です、ね、この劇は世界の各地で上演されることになりましてです、ね、日本でも上演されたと聞いております東京にですね、まあ、小規模ながらの劇,劇団があってそこで上演をしてくれたと聞いております这个戏不断 这个在呃非洲也有一个剧团上演过，呃呃今年刚刚我走之前一个月接到一个一个信，这个呃南前南斯拉夫现在的斯洛文尼亚一个剧团，他们也要也要演这个戏，希望我去，所以说明这个戏二十年已经过去了啊，这样二十多年过去了，但是这个戏看来并没有过时。 そしてこの劇はです、ね、絶え間なく上演をされておりましてアフリカでも上演をされております今年もですも、ね、今回こちらに来る1ヶ月ぐらい前に情報を手紙を受け取ったわけなんですけれども。 上演をされているということ、それからですね、元ユーゴスラビアのセルバニアでも上演をされているということを聞いております。ですからこの作品はこの発表されてから20年を経っているわけなんですけれども、今でもですね、古いものではなくまだ新しいものとして生き続けております。どうもありがとうございました。 それではちょっと会場の方からあの質問を受け付けますけれどもあの近くのマイクの方で所属と名前をおっしゃってから質問をしていただければと思いますシャーメンしジェ会長のジェロチジュメンクエテ就是要ジェルバー姓名核弾位それじゃあどなたかどうぞ。 個人会員の森本と言います私は質問ではなくてコメントをいただければと思っています。呪服伝説とのがありまして、呪服が日本に来たのは今から2200年前だと言われておりますが、でちょうど2200年記念の式典を

しかしそれにしてもです、ね、2000年の前に来た人たちが中国を見ての方を向いて死んでいるというのは極めてあの感慨深いものがあったんですが。 嗯，好，诶、哎，那么也就是在这个《史记》当中的这个记载，根据这个记载的话呢，好像当时诶、哎、就是跟着这个徐福嘛来日本的有三千个人，那么在这个遗迹发现的是三百个人的这个尸体，诶、哎，那么也就是虽然是这两千年以前的事情了，呃，就说是说这三百个人是三千个人里面的这个十分之一，但是呢，这么多人诶、哎、就躺在那个地方，而且是而且是躺的这个方向呢，啊，都是朝着这个中国的方向西边，我认为呢，这是诶、呃、非常的就是。 それから近年日本では弥生時代の、えー、て城郭関合、えー、集落というのが見つかってますえつまり日本にはそれまで関合の、えーどなんだえー、城壁を持つ都市というのはなかったんですが申し訳ありませんちょっと解決に、はい、お願いできます,お願いますはいやります その、うん、城郭都市というのもそれは中国から来たものだと私は思ってるんですけどもそれで、えー、吉野ヶ里とか無期晩だという遺跡がありますのでもし時間があればう、えー、さんはぜひ、えー、日本におられる間にそこを見て帰っていただきたいと思うと同時にその徐服も 実は自由を求めて中国から亡命したのではないか、江さんもまさにその女服の、えー、末えではなかったかと思いますので、そういったことでの、ねえー、コメントをいただければと思ったわけです。 哎，那么我是这样的。然后呢，在日本的某些地方也就发现了一个遗迹，就是、说是哎，过去的这日本的呃城呢是没有这个城墙的，就一般呢是都挖一个就沟，像那个护城河似的，然后保护一个呃一个城呢。那么就是日本也有各种各样的这样的遗迹。那么后来呢，也就说是好像是从中国也就引进来了，就是要修建这个城墙的这种方式。那么我为什么要、呃、讲这些话呢？是因为当时的这个徐福呢，好像。 也就是是要寻求自由而来到了日本，那么也就是从这个角度来看的话呢，他也是流亡者，呃，所以呢，也就是说是，呃，高行健先生也是这个从中国的这个流亡者。那么从这个角度呢，我就讲了这个话，而且是如果有机会的话呢，也希望啊，这个高先生也看一下日本这些遗迹。嗯，谢谢。哎、对此你有什么回应的吗嗯 <laughs>、哦？嗯，我这、哦、我这我我来的今天是。 第4え私、今回の来日でこれが四日目になるんですけれども、すでに三つの博物館を訪問させていただきました。飯塚先生の方がご案内をしてくださいまして、それらのようなところをすでに見学させていただき、日本のことをよく理解しようというふうに思っております。 我们看了仙崖的呃画，就是那个禅宗的呃这个呃仙仙崖的有有他的一个个展，这个我在中国就听说禅宗画，啊，可是我们没有，我在中国的博物馆也好，哪里也好，没有看到一张禅宗画。可是在这个仙崖博物馆看到。 啊，那么多收藏的非常出色的，我以为他对禅的理解是非常透彻的，是吧？而且艺术上很高明的这个禅宗，禅宗的画绘画。<laughs> <laughs> 戦外と読むんですね外という江戸時代の作家なんですけれどもこの絵というものをまあ中国にはないのでこちらの方で初めて拝見させていただきましたそれであのよくその禅の精神というものがこの絵に表れているというふうに私の方は思いました私はこの禅に非常に興味を持っているんですね 这个在台北的国家剧院和马赛歌剧院都制作了歌剧，也是我自己导演的。这就写的六祖慧能禅宗的六祖慧能的他的生平和和禅的思想。 はい、で私自身以前に書きましたこの脚本の中に「八月の雪、八月雪」というそういった作品があるんですけれどもこの中にもその「禅の精神」というものこれはオペラということでオペラの形で上映をされたことがあるんですけれどもそこにも「禅の精神」というものが含まれた内容になっています。 日本文化中、禅宗的理解和这个是根帝国的而且是深刻的そうですねそれで私のああも今回、この絵の方を見せていただいたんですけれども、この日本の,この文化の中にも、この禅宗の影響というもの、それがいろいろなところに残っているということも今回、理解することができました。それでは 哎，你好，高先生，我是日本共同社的编辑委员森保玉。呃，我想问的是有关日本的问题。呃，我的问题有三个。呃，第一是你第一次来日本，呃，你对日本的印象，总的印象怎么样？嗯、这是第一。呃、嗯，第二是你在南京长大了吧？那就是我们有不行的就是历史的过去，就是有你听过你小孩的时呃时候听过南京大屠杀这个情况吗？ 那就你对这个、嗯、呃日本军降临中国的不幸的历史有什么样的看法？嗯、这是第二。嗯、呃，第三是现代的，那个呃，你最喜欢的日本的文学作品是什么？嗯、呃，你看过那个川端康成、或者大江健、嗯、三郎、呃村上啊村树等作家的作品吗？你看那个村上能不能得诺贝尔文学奖吗？嗯、谢谢。 日本についてあの,3つの質問です、えー、と日本に初めていらっしゃったんでしょうか、えー、と日本についての,あの、えー、と相対的な印象はどうですか。うん えと2つ目の質問は、江、えー、先生は南京で子供の頃大きくなっていると思いますが、南京大虐殺についてお聞きになったことはありますか、えー、とこういう日本の,その中国侵略の不幸な歴史について、どんな考え方をお持ちですか、えー、3番目、えー、最も好きな日本の文学作品は何でしょうか、川端康成、大江健三郎、村上春樹の作品をお読みになったことはありますか、えー、村上さんはノーベル文学賞を取ると思,、ま、思われますか、以上です。<laughs> 嗯、呃，第一个问题就是日本的印象，每天都是新鲜的。我来的是第四天，嗯、是吧？嗯嗯、从这个呃，我知道日本文化，我欣赏日本文化，就觉得日本文化非常精致。嗯。啊，这从嗯任何一个方面，嗯、从这个呃绘画到吃的东西、嗯、到摆饰，嗯、是吧？嗯嗯、这个呃。 这个这个这种精致，是是日本文化的一个、嗯、一个特点，啊、嗯，嗯、这个印象是不断的加深，嗯、不断的新鲜，嗯、这些天来。嗯 えー、まああの日本に来ましてですね、えー、毎日何を見てもですね非常に新鮮に感じますで私は今日で第4日目なんですけれども、えー、日本の文化はですねすべ、えー、てがあこの聖地にできているというのがですね私の印象でありますどんなものであってもですね、えー、それはですねあの文化芸術それから、えー、その食べ物に至ってもそれからいろいろな装飾品に至ってもですね、えー、非常に聖地に、えーまあ、非常に美し 美しいものがたくさんあるなというふうな印象を持っておりましてそしてまあ滞在がまあ日を重ねるにつれてですね印象もどんどん深くなってくるというのが実感でございます。所以在日本で生活でピンズとは非常日本式的一個感じです。うん 有一個密切的連そして日本のその生活の質というものについてですね見ますとおやはりこの日本のライフスタイルというのは、えー、生活とですね、えー、神美眼ですね美というものが密接に結びついているというものおことを感じました。 ですから、これからもですね、なるべくたくさん日本のものを見たいと思いますし、たくさん日本の人と知り合ってですね、交流をしたいと思います。えーまあ、私は中国人ですので、中国のものについてはあんまり興味ありません。うん 关于二战的大屠杀、南京大屠杀的问题，嗯嗯嗯嗯、那个时候因为我很小，我是一九四零年出生。嗯嗯，えそれから二番目の質問、南京大虐殺のことについてですけれども、え南京のその事件が起きた時は私はまだ小さかったです。え私は千九百四十年生まれです。我我又不在南京那时候，嗯、我们这个、嗯嗯、呃，我的家是呃。 我父亲是在国民、嗯嗯、国民党时代的，是在中国银行就国家银行里头做职员，嗯嗯、是吧？嗯、做一个小部门的负责人。嗯，嗯呃，所以跟着银行撤退，嗯、所以这是我是在这个撤退在战争中啊、呃、出生的。嗯。嗯 そして私はです、ね、その時は実は南京にはおりませんでした私の家というのはです、ね、うちの父が国民党の時代のです、ね、政府の中央銀行で勤めておりましてそこのです、ね、小さな部門を統括するその中間管理職でありましたそしてその銀行が撤退することになりましてその撤退の途中にです、ね、私が生まれたという経緯になっております。私は 撤退到呃江西赣州，就中国的很南部的一个省份，在在那个地方出生的。据我妈妈说，我出生的时候是夜里头飞机轰炸，就是日本飞机轰炸当时，所以在医院里，医院里都贴上了玻璃条的纸条子的，防止玻璃被震动，就在那个呃条件下出生的，所以是完全在战争。我小时候的记忆，关于中日战争的记忆就是轰炸，躲警报经常的。嗯嗯， えー、そして、えー、その撤退の途中で生まれたとお申し上げましたが、えー、そのですね撤退したところはですね、えー、今後世ですね、えー、その江戸の絵に西と書く今後世一番族自治区になっているところのですね関州というところ後世省ですねまあそこでですね関州、えー、というところで生まれまして私の母が語ったところによりますとですね、えー、あそうですね、えー、あの 私の母が語かかったところによりますと私が生まれたその日はです、ね、夜、その日本軍の航空機爆撃機のです、ね、爆撃を受けている最中であったとそしてその窓ガラスにです、ね、紙を貼ったガラスがばりばりとこう揺れているという状況でありまして私の小さい時の記憶というのはもう日本軍からの爆撃そしてそれから空襲警報。

当然，这是一个历史的悲剧，是吧？嗯、呃，我我们都希望，嗯、我向所有的人都希望，中国人也好，日本人也好，嗯、这个全世界的、嗯、这样的事情不要重演。嗯、因此，在国家之间的这个利益的争论、争执之间，嗯、战争是非常愚蠢的事。但是，人类不断的犯下这种、嗯、这种这种罪行。 そしてこれは一つの歴史の悲劇であると感じております。まあ私の希望はですね、日本人でもあり、日本人であっても中国人であってもですね、このような過ちは絶対に繰り返してはならないと思っております。そしてたびたびですね、その政治的な利益それから紛争によってですね、いろいろなまあ戦争が大勢起きているわけでありますけれども、戦争というのは非常に愚かな行為であると思っております 呃、嗯、最后一个问题是、哦。日日本本的的这这这个个个个就就你喜欢是哪一作家啊，还有个呃，三个作家啊，就是。三个，你刚刚讲的这这三个作家我都读过。嗯、啊，包括最近的这个、嗯、这个最近的就村上春树。嗯、但村上树我只读过他一本书，就是《挪威的森林》。嗯。嗯嗯写的写的很好，嗯、我应该说写的很好。嗯。嗯。嗯嗯 呃呃，也写的相当现代。嗯，嗯对，嗯、对年轻人读者讲，呃、嗯、呃，那么多年轻读者崇拜村上春树，我看了书立刻理解。嗯嗯。嗯嗯 先ほどお名前が挙がった3人の作家の作品は私はすべて拝、えー、読させていただいております。えー、村上春樹さんの作品も読んだことがあります、えー。ノルウェーの森を読んだことがありましてですね感想としてはですね非常に、えー、モダンな作品であるということでやはり、えー、若い人が、ね、村上春樹ファンが多いというのはですね理解できます。大江健三郎 已经见过他，我们亲见过就见过两次，是吧？而且去前几年在法国有一次我们的长谈对谈，嗯，今天下午我们还要跟大家见三郎有一个长谈，今天下午，这个。 それから大江健三郎氏ですけれどもお、まあ、私と大江さんはですね、うん、友達でありまして2回お会いしたことがあります以前フランスでも対談をしたことがありまして今日もですねこれから大江先生との対談が予定されておりまして私は大江先生の作品大好きであります。 刚刚讲到川端康成也是我非常喜欢的作家嗯。嗯嗯，我把所有的翻译成中文的川端康成的作品都读过了嗯。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯それから川端康成も私の好きな作家であります。えすべて中国語に訳されているものはですね、えすべて読ませていただきました。他产产他表现了一个，呃精致的传统的日本的美。嗯嗯嗯 彼が表現しているのはです、ね、先ほど申し上げたようなその精緻な細かいです、ね、そして伝統的な日本の美を表現されていると思います。作家、うんうん、非常 有一种法西斯的倾向、うん、但是他的文学作品我还是非常喜欢的。うん、えー、そして作家としてはですね、三島由紀夫の作品が好きであります、えー。まあ政治思想的にはですね、彼はちょっとファシスト的なところがありますけれども、えー、まあ作家としてはですね、文学作品は彼の作品は大好きです。はい

那么20年以前、的声音2008年の北京五輪では、世界の中国人は、北京五輪の聖火リレーに抗議するチベットの人権活動家たちから、聖火リレーを守る行動に立ち上がりました。 嗯，那么二零零八年的这个北京奥林匹克的时候呢，世界的华人呢，呃，也就是说是为了保护在西藏地区的人民的这人权，也就是当时呢有这个呃生活的这个传递嘛，啊，那么那个时候呢是为了保护这个西藏啊的人民的这人权呢，也就是开展了一些活动。海外で暮らす一人中国人として先生はこのような 那么，就是住在这个国外的这个华人，作为一个华人呢，就是高新健先生呢，对于这样的啊，就是全球的这个华人、中国人的这些变化呢，您有什么样的看法呢？我有一个忧虑啊。还有，嗯、这个就是中国随着经济的这个繁荣，是吧？经济的这个飞要的发展，这个如果不能。 もしまあこのように中国の経済というものが今飛躍的に発展する中で、えー、このはっきりと、えー、このような、まあ、その無制限なこのナショナリズムですね、そういったものについての認識をしないとなると、それはまずいのではないかというような憂慮があります。我不知道中国呃今後的領導人 中国政府的最后的领导人是否能够有民族的认识到这种民族主义可能给中国带来的巨大的危害、嗯、今後の中国的政府指導者の人たちがまあこういったことについてしっかりとまあはっきりと認識ができるかということにかかっているかというふうに思います。 但是这种民族主义不仅仅是来自政府，是吧？来自这一个国家权利。因为也是是呃从这个呃群众老百姓里的发出来的，他有他的基础<ん>。えしかしながらこういったまあその民族主義というものなんですけれどもこれはえ何もこの政府政府の側からあ来るものだけではありませんえこの普通の人々この民衆の中から起こってくるものというものもあるかと思います。 这种集体潜意识如果没有一个清醒的认识，也是祸害、嗯。このような極限主義的なそしてまたその集団主義的なことについて、これについてのそのどういった悪いことがあるかということについてしっかりとした認識をしないということはやはり憂慮すべきことだと思います。我想日本人也好，中国人也好，都在历史上都有过这样的经验。二战时候，日本的军国主义所以能复兴，不仅是。 这个日本的天皇来主导这个，我想在日本的民众里头也有这种盲目的这个这个这种民族情绪，啊，起了很大。希特勒法西斯所以上台，希特勒法西斯上台是是是,是人民选举上台的，是吧？不要忘记了这一点，人们通常忘记了这一点，啊，这个只认把这个叫、呃、这个历史只归结为这个希特勒，呃，我认为这样解释问题太简单了。 Mmm. でまあ、これはその日本人であれ、中国人であれ、そういったその歴史というものを持っているというふうに思います。日本につきましても、やはりこの第2次世界大戦時のこの軍国主義というものがありました、これは何もその天皇が一人で引き起こしたことではなく、やはりその人々の中にもそういったことがあったので、こういった問題というものも起きてきたというふうに思います。まあ、日本にもこういったことがありましたし、それからまた、ヒトラーのこのファシズムですけれども、何もこの歴史を持ってヒトラーだけを責めるわけにもいきません。どうしてかと言いますと <noise> これもまたその人々が選挙によって選んだ、政権の選択であったからです。中国の文化大革命は、当然ンマジドンストイトーボリアダ、トーウォンハダチザ、イガシュワ。ダンスウォンテグセトンゴーセイガウォンハダグミーヤでイガ、ね そしてこの文化大革命についてもなんですけれどももちろんその毛沢東自身もこの誤り罪というものそういったことについての責任というものを逃れるわけにはいかないんですけれどもやはりもう一方の面で見ますと中国の文化大革命というものも非常に大きなこの大衆の群衆の運動であったという側面もございますダースで人、抓弄死的人、ポソポハイ人、不只是来自ズ、ジェガ、或者、是专政ジン、的部門来而且大量是群衆打死的 でそこで多くの人たちが、まあ、この無残に殺されたり捕まったりいろいろな目に遭ったわけですけれどもそれは何もその国家権力ですとか警察によって捕まえられてそういった目に遭った人たちばかりではありません普通の人々によってそういったことが行われたという面もございました人類是不是在未来能が背面这种这种极地潜意識的发疯、うん、能不能背面最大の問題 ですからまあこの人々、人類というものがこのようなまあその集団主義的なこのような動きというものそれを避けることができるかどうか、そのことについては大いに考える必要があると思います。文学ど多少の起点作用就て提醒人々还有这么一种封病、潜藏的封病。 で文学というものはもしかしたら少しは役には立つかもしれませんその人々の中にそういったまあ傾向そういった部分というものがあるということを,まあこれを知らしめるそういった役割というものがあるかもしれません私の小説この「ある男の聖書」という小説があるんですけれどもその小説の中でもこういったことに言及をしております 可是我很少看到，呃，一本书，这个把这个群众运动来自群众的这种盲目的，啊、呃，然后有一个，呃，权力所提倡的个人崇拜，但是怎么能唤起这么全民的发疯，是吧？这个很少做分析。 そしてまあこの文化大革命についてさまざまな本というものが書かれてはいるんですけれどもその中でやはり多くの本というものがこういったことにまでは言及はしていないというふうに思います要するに文革というものはこういった群衆その大衆の運動そしてその盲目的なそういった運動の中でいろいろな問題があったということこのことについて書かれているものはそれほど多くないというふうに思います。そそしててて要するるににうういいいいったこととついて書かれもものというものが あまままないといいいいいいいととととううううにいまにに思すそしててて、まあ、個人のののこついて書かれているも,のというもまだ少ですからその人間が持っているそのようなあ狂気というものをそのことについてやはりその認識をしておく必要があるかというふうに思います。 と毎日新聞の辻と申します、えっと、2つ簡単なお答えでよろしいんですがお願いいたします、うん、1>, 1つやはり路人は中国近現代文学で最大の作家と思いますが、うんうん、しばしば言われるようにもし魯迅が生きていたらという質問に甲先生はどう答えられるかそれが1つ、うん 2つ目は80年代初期まあ亡くなりましたが「竜ワ眼モンなど大変いい作品が続々と出たんですが今の中国現代文学について先生はどう見ていらっしゃるかその2点, 2>、うん、2点を承りたいと簡単で結構ですのでよろしく。うんうんはい 呃，我的问题啊、呃，我是这个就本来是一个就每日新闻社呃工作过的这个记者，我姓徐，两个问题就是您这个就简单的回答一下就可以了。呃，第一个问题呢，就是这个鲁迅还是这个中国的这个现代当代的这个现代作家当中，也是这个最伟大的这个作家吧？那就是这个您能不能回答就呃经常这个人们经常问鲁迅现在还在世的话会怎么样？ 就是这个，您能不能这个就从您的见解回答一下一个问题？哎，还有这个问题呢，就是第二个问题哈，就是这个八十年代初期有一些这个就优秀的作家，就王蒙啦，就刘宾雁啦，就是他们都这个去世了。那但是这个就现在，呃，您对这个就中国的这个现代当代文学就有具有什么样的看法？ 嗯，我仍然认为鲁迅是中国现代作家中差不多是最伟大的作家，嗯、是吧？在这个嗯上一个世纪，你去找寻中国文学这个，呃，我觉得可看的还是鲁迅，嗯啊。 ロジンはもちろんです、ね、中国の近現代作家の中で一番偉大な作家であると思います。うん、20世紀の文学中国文学の中で,です、ね、何を読むかというのは言われればです、ね、やはりロジンが一番であると思います。有所批うん、しかし私はロジンに対してもやはりちょっと批判的な見解があります。他把文学到他的 後期、他把文学の政治の解説分析す、うんえー、というのはですね、えー、路人の後期の作品ですけれども、その作品は文学と政治を切り離すことができなくなってしまっていたのです。

うんえー、そして、えー、彼はです、ね、図筆雑文といったものもです、ね、たくさん書いておりましてそれがまあ政治と往々にして関連が深いわけでそれはもちろんです、ね、それで役に立つわけなんですけれども、えー、実はそういったもののためにです、ね、この優秀な作家の才能を使ってしまったということが非常にもったいないことであると思います。代中国文学 当然、非常に理解的。しかの中国の分断についてなんですが、えー、まあ私が中国にを出る前のことはよく知っておりますけれども中国を離れてしまってからのことはです、ね、あまりよく存じ上げておりません。对中国文学の現状いては、私は中国の分い そして中国文学の状況についてはですね、えーまあ、私は極端に言えばですね、えー、本当によく知らないというのがですね、えー、本当の本音のところであります。我基本本本上在、うんうん えー、ですから私は中国を離れてからです、ね、えーまあ、中国の現代作家が書いた小説を全く読んだことがないと言ってもいいと思います、うんえー。ですから、コメントはちょっと難しいと思いますどうぞえと神戸、神戸新聞社の角野と申します。 先ほどのお話の中で、例えばグローバルな金融問題であるとか、環境問題であるとか、人類が大きな問題に直面する中で、作家も解決策を見出せないということを言われました、一見、悲観的な話のように聞こえるんですが、先生ご自身は、そういう中で可能性を持っていらっしゃるからこそ、そういう言い方をされたんじゃないかと思います。 そういうい危機的な状況の中での文学の可能性もしくは言葉の可能性についてどういうふうに考えていらっしゃるかお聞かせください。 哎，那我是神户新闻社工作的一个记者哈、啊，呃，就是您刚才讲到了，呃，就是在这个就全球化的这个世界当中，有很多这个问题是这个就人类面临的，也就是说金融危机也好，还有这个就环境的这个问题也好，呃，然后呢，就是这个您刚才讲到哦，就是作家也这个就呃就没有办法这个得出这个就很好的这个解决方案，呃，就是这个一听起来呢，就是这样的话，就是您的这個。 这个就思路是这个非常悲观的，但是我相信哈，呃，您这个就心里有这个，也相信这个就文学或人、呃、文学的这个就可能性力量，哎、呃，才这个就说出这呃这番话的。呃，所以呢，呃，就是这个就、呃，虽然我们就在这个面临这个危机的这个状态，哎、呃，但是您对这个就文学的这个可能性，还有这个语言的这个可能性潜力呢，就是就有什么样的看法呢？ 嗯，文学当然不能成就世界，这个、这个我在昨天就讲了，所以以文学来改造世界，当然也是、嗯、是一个妄念啊。嗯，这个，呃，自然发展的规律和人类社会发展的规律，嗯、我们现到现在应该承认认识的很很浅。嗯，嗯 えー、あの昨日の講演でも申し上げましたけれども、えーまあ、文学というのは決して世界を改造する、変えるということはできません、それができると考えるのであれば、それは妄想であると思います、えー、そして私たちはです、ね、自然の発展、社会の発展のです、ね、法則について、あまりにもです、ね、知ることが浅すぎる、知らなすぎると言えると思います。 承认认识的很浅，承认呃不能解决这些问题，嗯嗯、我以为比自自称能够解决问题，嗯、能够成就世界、嗯、改造世界，嗯嗯、呃要好得多。嗯。 ですから、この知らないということを認める解決法が見いだせないということを認めるということがです、ね、現時点ではその世界を変えられる世界をです、ね、いいものにできるというようなことを歌うよりもです、ね、意義があると思います。 うん、えー、まあそれがですねやはりいくらかであってもですね、うん、非常にそのまあ、冷めた。あそのはっきりとしたですね。えー、まあ覚醒した認識であるというふうに思います。うん、うんうん、えー、そしてこういった認識があればこそですね人々をさらに再認識への道へと駆り立てることができると思います。

そして20世紀は過ぎ去ったばかりですけれどもここでですねその私たちが非常に影響を受けたのはヘーゲルのですね弁証法であると思います。 呃，否定的否定，否定就是对事物的肯定，嗯、被说成对事物的肯定，嗯、是吧？认识的过程就是不断的否定的否定，嗯、导致不断的革命与革命，嗯、是吧？导致前人都是错的，嗯、呃，当今全是对的，嗯、是吧？导致呃，把前人打倒一切，是吧？嗯、否定一切，呃，导致这个自己就是救世主，就是超人，嗯、是吧？就是这个。 呃呃呃，绝对正确，嗯、就是呃正义的化身，是吧？嗯嗯嗯。嗯嗯 そして、その弁償法で出てくるのがです、ね、否定の否定ということでありますね。これはですね、否定の否定は、結局、まあ、肯定につながるということですけれども、これを社会に照らしてみますとです、ね、革命ということになるかと思います。革命はですね、全政権を否定して、それを、まあ、全政権をひっくり返してです、ね、新しいものを作るということそれで、それがまたですね、転覆されるということがあります。 そして自分たちが主人公になる、そして自分たちがスーパーマンになって絶対権力を打ち立てるということ、その過程が繰り返されてきたと言えます。私はそれを考思想方法です。私はそれを考えた方法です。 そして私はですねこのような考え方を諦めましたそして私はですね考え方として今持っている考え方というのはですね非常に簡単なシンプルなものであります認識をするそしてまた認識再認識をするその積み重ねであります。うんうんうん 今、私たちが直面している危機に関してはです、ね、私たちはその認識のための努力を惜しまないというべきでありましょう、まあ、それしか方法はないと思います。すみませんあ すいません朝日新聞の高津と申します、えー、と政治と文学の距離についてお伺いしたいのですが、えー、と文学をは政治から離れるべきだというふうなおっしゃり方をされてたと思います、えー、とただそのどうしても、えー、と人種であるとか民族であるとか、えー、と移民であるとかそういった政治性を生きているかぎり身に,つい身にまとってしまうものだと思うのですが えとそこからどういうふうに距離を取りど、どのように文学に取り組んだらば、イデオロギーから自由になれるのか、お考えなのか、お伺いしたいなと思います。あと、その上で普遍的なものを目指すとおっしゃっていましたが、その普遍的なものというのは、具体的にはどのようなものをお考えでいらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。は 啊，应该呃保持一定的距离，就说是、就是、呃呃种植和文化之间呢应该有距离，而且是文学呢应该离种植呢啊要保持一定的距离。但是呢，我认为呢，呃，不管呃如此，呃还是会受到有关人种呀、民族呀啊、呃、这样的各种各样的政治性因素的影响吧。所以呢，怎样才能够保持一定的距离呢？那么就说是怎样才能够从这个呃意识形态诶、呃、完全可以保持。 自由呢，这是第一个问题。然后第二个问题呢，啊，您所追求的是应该是应该是这个普世性的东西。那么就是您所讲的这个普世的这个概念，普世性的东西到底是什么呢？就这两个问题。嗯、第一个问题是说，嗯、啊，第一个问题是就是怎样才能够就是文学与政治保持一定的距离呢？啊哎嗯、也就是从那意识形态就可以保持哎、呃，自由呢？ 呃，我想就是我提出了文学的自主，就是文学不从属于政治，啊，文学是一个人们认知社会和认知人自身的一个手段，啊，呃，通过这种方法，而且这个认知是不没有不预设一个前提，没有一个呃意识形态的前提，一个理论的框架的前提，没有这个。 预设一个理论框架的前提，换句话说，没有一个哲学的前提，没有一个政治理念的前提，因为那都是一个预设的思想，而是从真实的生活和人的确实的处境，这当然通常都是一种困难的处境。从这个困难的处境本身出发，这是文学的出发，嗯、是吧？<为>而且这个认识是个人的认识，嗯。 你不能把他人的认识一个结论拿来，你的从自身的经验出发来去认识文学，是建立在这种认识的基础上。如果确实建立在这个基础上，我想意识形态也好，政治理念也好，都变成了一个问号。 でえーとですね、やはりその文学というものそれがこの政治というものに追随するものであってはならないというふうに思いますこの文学というものなんですけれどもやはりこの社会を知るそして自分を知るそういったところが出発点になるものだというふうに思いますでそこでこの認識認知というこの過程が必要になってくるというふうに思うんですけれどもそれはイデオロギーですとか理論ですとかそういったものの枠組,みを枠組みの制約を受けるものではありません 哲学ですとか理念ですとか、そういったこの枠組みの制約というものを受けるものではあってはならないというふうに思います。で、要するに実際にこのどのように本当にその人が生きているか。 そしてその本当に個人というものがどのような困難な状況に位置しているかということ、そこをしっかりと認識するところが出発点になるべきだというふうに思います。要するに、ここでいうこの認知、認識というものは、個人の自分自身の,この認識だというふうに思います、それはこの他人のものではありません、自分の経験に基づいた認識だというふうに思います、もしこういったことができるとするならば、そのイデオロギーですとか、政治ですとか、そういったところからも距離を取ることができるのではないかというふうに思います。

什么人种，黑人也好，白人也好，亚洲人也好，是吧？或者是呃，或者是和这个这个什呃，非洲人也好，是吧？这个人呃，超越他的种族，超越他的民族，超越他的语言，这个语言当然是需要翻译，可背后的感觉，人的感觉。 是人类普遍相通的。 でこの人間性というものはやはりこの愛通ずるもの愛同じものだというふうに思いますそれはどういうことかといいますと人種異なる人種であっても同じものを通じるものというものがあるというふうに思います黒人であれ白人であれアジアの人であれアフリカの人であれそういったものがあるというふうに思いますですからこの人間性というものは人種にかかわらず民族にか,かわらずそしてまたこの言語がどういった言語かということにもとらわれることがないと思います。 と思いますえもちろんこの言葉というものは、えー、通訳翻訳をしなければならないというふうには思うんですけれどもその後ろにある考え方というものはやはり共通性があるものだと思います个个この普遍的な人間性というものなんですけれどもこの人間のこの悠久に及ぶ非常に長い歴史の中で形作られてきたものだと思います。 嗯，不管你是非洲人也好，亚洲人也好，欧洲人也好，是吧？如果比方说，呃，我们讲一个很基本的人的感情，呃，怜悯，这个这种感情是吧？怜悯之心，呃，人人都有，那那不管是哪一个民族，不管你是呃哪一种宗教信仰，不管你是无神论、有神论，是吧？这个怜悯之心是相通的。 でこれがそのアフリカの人であれそのヨーロッパの人であれどこの人であれそういった共通のものがあるというふうに思います。こういったその一番基本的な人の感情というもの例えばそこにはこの哀れみ憐憫の感情というものがあるかと思うんですけれどもそれはまあどういった宗教を持っているかにもかかわらずもしくはその宗教がなくても無神論者であってももしくはその神様を信じるとしてもそのような同じ気持ちというものはこの人間性として共通のものだと思います。 面对灾难的这个恐惧、畏惧，没有人面对灾难不恐惧的。例えばその恐れですね。そういった感情というものも、例えば戦場とかそういったところに身を置かれて、そこで恐れない人はいないというふうに思います。所以说人从他的根本就是人类整个文明文化和文明人类发展所形成的这个。 人間の最基本的感情や感情の能力と良知は共通ですからこういったまあその根本的なもの人間がその文明ですとか文化ですとかそういったものを形作るその発展の中でえ形作られてきたものだというふうに思いますですからこういった基本的なこの感覚感情というものそれからこのいわゆる領地というものそれにも共通性があるそれが普遍的なものだと思います 所以我说，这是这文学或者艺术，就归根到底，是普世相通的。这种看法不是一个意识形态的看法，是人自身的，呃，在人自身的形成，人类形成的是他的呃人性的本质，而不是一个观念的意识形态的一种认识。 ですからここで言いますその文学ですとか芸術ですとかそういったものの,この普遍的な共通性というのはこれはそのイデオロギーを指すものではありませんこの人類そのものが形作れられてきたその中で形成されてきたこの人間性というものがまさにそれでありますということでこれはイデオロギーではありません。 高先生您好，我是美国之音驻东京的记者，我姓三井。啊、呃，请教一个问题。呃，刚才听到您讲这个关于这个文学啊、呃，人类的普遍性这个问题。啊、呃，那么其实我不是想反对您的意见啊。哦，就是自从这个发生了九幺幺事件以后，呃，人们开始提出，呃，二十一世纪是文明冲突的世纪。 那么，您刚才说文化、文明、宗教，呃，人类的良知都不受到呃这个这样的限制，可是实际上，在我们看到的眼里看到的，反而是这种文明的冲突更加显著化了。嗯，我想请您对这个做这种呃现象呃，您的呃理解，能够指教一下，谢谢。 先翻译一下这个，好的。 えーとあのボイス・オブ・アメリカの記者でありますけれども、先ほどですね、えー、まあ文学というのはですね、えー、まあ人類そのものの,その人間性をですね、えー、まあ共通のものとする普遍性を持つものだというふうにおっしゃいました。えー、私は先生の意見に反対するわけではありませんけれども、911の同時多発テロが起きたあとですね、よくこの21世紀はですね、文明の衝突の 正規であるというふうふに言われております先ほどはですねその文学人の文化でありますとか文明宗教、まあ、そういったものはですね全てその人の領地でありますとか人間性の足かせになるものではなりえないということをおっしゃいましたけれどもただ今現実を見るとですね文明の衝突が起こりましてそれがますます顕著になって深刻になっているというのが現状です。この 哦，今の現状に関して先生はどうお考えでしょうか。这个文明冲突论是一个，也是一个关键，一个意识形态，是新新发明的一个意识形态。主要我觉得是一个美国教授他的文明冲突论他写的书的影响，呃，充分影响了，呃呃，首先是美国知识界，现在也成为全世界的这个一个话一种话语。嗯， えー、この文明の衝突ですけれども、文明衝突論というのがですね、えー、ありますけれども、これはアメリカのイデオロギーであると、新しくできたイデオロギーであると思います。これはアメリカのです、ね、ある教授が書いた文明衝突論というものでありまして、これがですね、アメリカが世界に向けて発しているです、ね、えーまあ、一つの概念であると思います。事件 うんえー、そして、えー、この9 11・11、えー、同時多発テロイコール戦争であると、私は考えています。うん、20世紀末期不断の这些恐怖活動就是一种新進出的戦争、うんえー、そして、20世紀のお末から、テロがあ絶え間なくう、いろんなところで頻発をしております、うん、これは新しい形の戦争であると思います。うん メ、うんえー、それからアメリカのですねイラクへの侵攻、これも戦争であると思います。这些中東国家、对美国イスラ国家、中东或者伊斯兰家、国家、うん、国家对美国的这个的回应就是这种恐怖活动。東

えー、そして、えー、テロはですね、えー、見たところまあその宗教上の矛盾からですね衝突が起きているように見えますけれども、えー、やはりこれはですね、えー、他ならぬその利益の衝突に他ならないと思います。これは他の戦争と変わ,変わらぬですね、えー、その具体的なその利益利害というのが背景にあると思います。所以在国際間の衝突え我々は我々は今在、不能避免戦争。いい<しさ> <laughs> しかし、そして今はです、ね、国際的なその中で,です、ね、いろいろな衝突が起こっています、そして戦争はです、ね、避けられないと言っていいと思います、それはです、ね、根源としてやはりさまざまな利害関係、利害の衝突があるからだと思います。 えっと、ちょっと、あの、日程のおかげでも、あの、次の質問がもう一つ最後の質問にさせていただきたいんですけれども、申し訳ございません。あの <laughs>、じゃ、あの、初めての方で、じどうですか。読売新聞の天日と申します。<お>えっと、二点お尋ねしたいと思います。あの、一つは、あ、えー、の、今日司会者の方から、あの。 中国で本が禁書になっているとで海賊版は出てるけれどというお話がありましたであのちょっとある人から江さんの作品は何年か前に中国で解禁になったはずだという話を聞いたことがあるんですけれどもあのどういう形で今あの禁書の状態なのかつまりあの全ての作品が中国国内では出すことができない状況なのかあるいはあの。 何らかのこう理由をつけられてあの非常に出しにくい状況ということを指しているのかその点を一つ確認させていただければと思います。はいえー、それかからもう一一つつはあのあじゃあ個ずついいですか 诶，哎，我是那个读卖新闻的记者，我想问一下，就两个问题。那么，其中第一个问题呢，刚才诶主持人也讲过，就是、就、说是，诶高先生的这个呃作品呢，现在在中国就是基本上是禁止出版的这个状态。诶，但是好像是有这个什么盗版，就是那种海盗版的话呢，那就能够读。那么，也就是从几年以前呃，一直处于这样的状态呢？那么您的这个作品，所有的作品，就现在处于这样的状态呢？我好像呢也听说过，其实大大人好像某一些作品呢是。

作家とちょっと事実関係としてあのフランスのペンに所属されてらっしゃるのということで理解でよろしいのかということとそれからまああの国際ペンのまあ人権とかまあそういうい獄中作家の問題ありますがあの今後に対してどういうふうにお考えでいらっしゃるか。その2点 哎，那么第二个问题呢是，这次您是呃应这个国际笔会的邀请，呢，就参加了这个东京的大会。那么您现在是属于这个法国的笔会，呃、是不是这样理解就可以呢？那么就是说，还有国际笔会有各种各样的活动，比如说的话，保护人权的活动，或者是这个幼中作家的活动。那么就是今后呢，您怎样就是呃参与，或者是现在已经参与这些活动呢？这方面请您再补充一下，可以吗？呃。 在中国，呃，我的书是到现在不能出版。呃，据朋友说，呃，在地摊上是吧，可以买到我的书。这个书呢是盗版书。呃，我我请朋朋友去替我买买几本来，结果最后呢，他们买来买去就买到了一种，这种呢都是零三。所以我在中国，我自我所知，在虽然中国有盗版书，盗版书也只有一个零三。 我其他书在中国都，即使盗版书也不存在。这个盗版书的《零三》这个呃封面的照片不是我，所以不知道一个什么人，这个戴个鸭舌帽啊，这个呃可能还有不同的版本，我是最后得到的一个版本是这样的，是吧？还 えっとですねまず、一番最初の質問の方なんですけれども、今、基本的に正式には中国ではすべての作品が出版できないような状態で、しかしながら、地下では、要するに海賊版というものでは売っているという話なんですけれども、それで私の知り合いの方がまが、中国の大陸の方でそういったものを買ってきてくれたんですけれども、今、買えるとしても、霊山というその作品にしかないということであります、そしてまたその霊山なんですけれども、私の持っているそのバージョンしかないのかどうかよくわからないんですが、 そのバージョンの表紙に載っている写真というものも私自身の写真ではなかったです。はい、でどうして出版禁止なのか、禁書なのかということにつきましては中国政府の当局者の方に聞いていただければいいと思います。再有一 会長、ああ、あ、だ、先生の、ええ、第一次参加、あ会,和国际会的活動、と、国際、び、会。あ、はい。えで、今回ですね、私自身は、この、初めて、この国際ペンの活動というものに参加させていただきました。え今回は、その、日本ペンクラブの、ああ、東田会長の方の、あの、戦い、お招きを受けて、こちらに、今、行ったわけであります。私自身は、ペンクラブの会員ではありません。 我以前也接到过一些笔会的邀请，一些活动，比方说瑞典的笔会，曾经前两年请我去，啊，我也去，呃、啊，呃、啊，去过，接受过邀请。はえ、嗯嗯、しかしながらまあこのえ各地のこのペンのこのよあのペンクラブの方のえこのお招きを受けましていろいろな活動というものには参加したことがあります。二年ほど前ですか、ら、スウェーデンの方にもそういった、お招きを受けていったことがございます。笔会和国际笔会是一个常设的机构。 他们有很多很多的活动，是吧？这个活动的范围也很广，这个我想我不可能多来参加这些活动。嗯，この国際ペンの活動なんですけれども、これはまあ常設機関でありまして、この活動の範囲というものも非常に広いものであります。ということで、私自身もそれらのすべてにいろいろまあ顔を出して参加するということはできないかと思います。这一次得到笔会的邀请，我来到东京，是吧？会到会见也是各国笔会的呃这么多呃朋友和作家。 嗯、呃，我确我确实感觉到，笔会是作家的组织，是一个超越国家、超越权力的一个作家自己的组织。 うんはい、で今回です、ね、まあ、この東京にお招きを受けてまいりまして、えー、このペン、えー、国際ペンを通しまして、多くの,この友人、そしてその作家の友人の皆様と、えー、接触する機会を得ました、えー、そこで私は身も持って感じたんですけれども、このペンという、ペンクラブ、ペン国際ペンというのは、えー、この国ですとか、国家権力ですとか、その政治ですとか、そういったものを超えた、まさにその作家による組織だということ、それについて、えー、深く印象を覚えました。在比 このペンの活動の範囲の中で、えー、十分なその言論の自由というものがございます。ということで、えー、そういった状況だというふうに思います厚先生、どうもあの、非常に広範なテーマについてお答えいただきまして、あ,のありがとうございましたもう一度厚先生、ちょっと拍手をよろしくお願いいたします。 あの記者クラブの方からあの記念品としてあの万年筆を送らせていただきました。<laughs> <は> <laughs>